どうも、エルザです。それでは、ウォッチドッグセレギオンやっていきたいと思います。さあ、今回は、門の野蛮人ということで、マリックを尋問しますか。と言っても、そんな激しい目じゃないと思うんだけどね。お、いるじゃん。もういいよ、リチャード。全部知ってるから。爆破のこともね。カナダハウスやその前のやつも全部だから全部話して。やれやれ、どうやらとんだ間抜けどもに捕まってしまったようだな。爆破の件には関わっていない、むしろ止めようとしていたんだ。私は愛国者だ。だが他の奴らは私を変人呼ばわりした。絵までさえもな。そこで気づいたんだ、知性だけでは足りないと。帝国を救うには力が必要だ。それも早急にな。私たちと接触する前からゼロデイのことを知ってたでしょ。諜報部員だからな。直近の大規模なテロ攻撃についてならいくらか詳細を把握していた。正直ゼロデイはお前たちだと思っていた。それが一番わかりやすい構図だからな。だが陰謀だと断言するなら一番得をしたのはアルビオンだ。このことに思い至らなかったのか。たとえ真実だとしてもあなたが犯した罪は変わらない。ここにいればもう誰も傷つけられないね。それはどうかな。長居する気はない。この壁もすぐにお前たちと共に消えるだろう。お前たちの作った付け焼き場の集団は失敗に終わるぞ。結果はすでに見えている。いろんな場所で何度も同じようなことを見てきた。お前たちは自滅する。ゼロデイやアルビオンによってではなくな。ただ一つのイデオロギー、そして一人の強大な指導者、人類史における力とはそうした特性に根ざしている。民主主義や多元的共存が例外に過ぎない、歴史上の小さなエラーのようなものだ。それがお前たちだ、デッドセック。大英帝国の歴史における脚注に過ぎない。今まさに歴史は転換点を迎えている。お前たちはその変化に置き去りにされるのだ。あれ、クリア？クリアか。ってことはやっぱアルビオンか。本性そうなんだよね。邪魔はしたけどっていう感じだったんだよな。気に入りそうな話ですよ。ヘイミッシュからナイジェル・キャスが記者会見で何か新しい悪巧みを発表する予定だという情報が入ってきました。なんで私が気に入ると思ったの？アルビオンはいつも何かしら汚い計画を立ててるでしょ。ヘイミッシュがアルビオンの内通者にこちらと話すよう説得したのです。ラドゥは風変わりなやつで、最近は特に落ち着きがなく困難を極めたのだとかなんとか。彼の内部情報は役に立ちますよ。待ち合わせ場所はドラウニングポストです。軽く飲みながらナイジェル・キャスに一発お見舞いする方法を考えるのも悪くないよね。では再燃やっていきますか。まさかミッション聞いて終わりと思わなかったな。アルビオンはね、なんか確かに始末しないといけないよねっていう感じはしてたけど、ここで回ってくるか。巡り巡って分かってきたって感じだね。いやー、よくできてるわ。一人ずつ潰していくかなと思ったら、綺麗に分かれ道があるからね。さ、着いたー。ここには何が入ってる？落ち着け。くそー、くそー、一体、くそー。よし、オッケー。めっちゃ超えていってた。さあ、60メートル以内か。どんな感じかな、次は。ここか。ここだね。情報提供者はどこ？ヘイミッシュから悪い知らせです。情報提供者は遅れるそうです。ゆっくり待ちましょうか。ゆっくり待つね。じゃあ待機しますか。
投与を萎縮させるのですね。どうしても必要な時だけだよ。アルビオン CEO のナイジェル・キャッシュが新たなセキュリティ構想について発表を行って、音量上げてちょうだい。事件はその場所で起こりました。我々のカメラが事件の一部始終を捉えました。彼らの努力で検問所が展開できた。構え、市民の避難を、攻撃に備えろ。配置につけ、出てくるぞ。お前は最低の嘘つきだ。俺たちを殺す気だったな。政府の公式声明発表が待たれます。では同志のコメントです。私や部下のことはいい、怪物の対処は心得てる。だが市民を巻き込むような真似は許せない。町は平和でなくては。約束しよう、何もしなければ同じことの繰り返しだ。怯えて暮らすのはもうやめよう。私には計画がある。犯罪者、そしてテロリストども、これらを事前に抑える画期的な対策だ。他の誰がサジを投げようと私は諦めない。以上だ。だから言ってんだろうが、キャスが関わってんだよ。全く最低よ、ただの欲まみれるクズね。この町を気にかけてるのはナイジェル・キャスだけだ。はあ、おい、やめろ、落ち着け。おい、あいつとは無事に会えたんだよな。今回の件とは無関係だって言ってくれ。あんたの知り合いは現れなかった。全部見せ物だ。キャスが書いた脚本に乗っ取ったな。だって偶然にしてはちょっと都合が良すぎるよ。襲撃現場を調べてみないと。分かってないな。ラドゥはここ最近普通じゃなかった。誰かがキャスを止めないといけない、どんな犠牲を払ってもとか、ずっとブツブツ言ってた。タイミングが良すぎる。キャスが新しいセキュリティ施策を発表した途端に公衆の面前で襲撃を受けるだって。いくらなんでもありえない。そっちの推測が当たってることを祈るよ。まあ確かにね、タイミング良すぎるよね。さてどれくらいの距離。あー、結構離れてたね。じゃあまた飛びましょう。さてこの辺りみたいだけど、あー封鎖されてるね。軍隊に支配されそうになってんだ。最悪だろ。クソどもめ、ロンドンで銃を見せつけながら歩いてる。政府が街をファシストに撃った。俺らの簡単にできちゃう。マジで終わってる。調査か。入り込んでるし、もうどうしようもねえよ。政府はしかナイジェル・キャスが襲われた現場ですが、意外や意外、すでに手下の部隊が証拠をきれいさっぱり拭い去った後のようです。そんなに急ぐ必要ある？絶対何か隠してる。ええ、もし手がかりが見つかれば当時の状況を AR 上で再現できるかもしれません。すごいよバグリー、お役立ちすぎ。 CTOS のデータ中継装置が近くにあります。そちらに必要なデータが入っているはずです。わかった、任せて。これだね。よし。そうだね、クロークに変えるか。結構使う使わないの差が激しいよね、ガジェットはね。即粛清ってね。他にはここはいいだ。じゃあ一発かましてあげる。かっこいいな今のは。今の蹴りは最高だね。現場再現をお望みならもっとデータが必要です。こっちは何もなかった、移動する。
まあ特に気にしなくて大丈夫かな。あとは市民の皆さん、至急このエリアから出てください。あ、指令認証コード、デルタ、ノベンバー、チャーリー001、ナイジェル・キャス局長、ハリス地区監督官、提案。これでいいでしょう。事件現場に戻って再現映像を確認してください。ほいほい。あ、下あれ、なんか雲のやつがあったような気がしたけど、まあいいか。こっちから行けるか。あったー。ぐるーっと回って、久しぶりだねー、テックちゃん。さで、再現。CTOS AR Data Reconstruction in Progress。飛び込んで爆発。飛び込んできてるもんね。これはプロの仕業ですね。テロリズムに賛同するその道のプロフェッショナルです。軍用兵器を手に入れられる人だってことしかわからないんじゃ絞り込めないね。様子を見てくるね。これだよね、叫んでたのね。検索中。いました、ラドゥ・フローリン。アルビオンの従順な一員でしたが、ボスを狙って車両で突っ込みました。ラドゥだって。くそ、俺がテミスと関わるきっかけを作ったのがまさにそのラドゥだ。アルビオンの中の内通者だ。偽装工作じゃなかったんだ。ナイジェル・キャスのくせに何も企んでなかったなんて、ちょっともやっとするな。こんなことをするほど追い込まれてたなんて、一体何が。頼む、バグリー。これはこれは、アルビオンの車両には飛行機と同じようにブラックボックスが搭載されています。ブラックボックスを追跡できれば車両の現在位置も割り出せます。バグリー、ナンバープレートもチェックして。もちろんです。アルビオンの通信やあなたには感謝されないであろうその他の様々な事柄を含めて監視を続けます。どうやら部下の不満が爆発したみたいだね。よっぽど怒らせるようなことをしたのかな。キャスの部下が奴を倒そうとしてるなら好都合かもね。あの車両をもっとよく調べた方がいい。だから急いで直したわけね。ブラックボックスあったら確かにね、情報漏れるからね。アルビオンの無線によると車両をトアンの爆破現場に移動させたようです。さらに奇妙なことにラドゥ・フローリンも一緒に移動されています。トアンの？どういうこと？アルビオンはそちらで復旧作業に当たっています。本当に復旧してるか調べた方が良さそうですね。あそこは奴らの廃棄場なんだろう。処分したい面倒事は全部あそこにまとめるんだ。車両を見つければラドゥも見つかるはずだ。そうだね。さて次見てみるか。結構遠そう。
あら、あ、今やっとか、再燃クリアと。さあ、ナイジェル危機一発。トアン爆発現場証拠を探せと。こっちか。結構遠いね。さあ、近くまで来たよーという感じで。とりあえず中入らないといけないね。貨物ドローンないかな。ここは結構ぐるっと回らないとっていうイメージあるな。今トアン爆破事件の現場にいるよ。アルビオンはフィンズベリー襲撃の時に使ったトラックをここに持ってきたの？そうです。でもなぜここに運んできたかは依然として不明です。様子を見てくるね。こっちこっち。ちょっと侵入手伝ってもらわないと。ただあれか。まさかここに戻ってくるとは思わなかったな。やば。意外とバレるのね。これ意外とスナイパーライフルないんだよね。おお。から行くか。いや、まだ侵入者はいるよ。はい。車体番号が一致しました。フィンズベリーの現場にいた車両で間違いありません。車載カメラはめちゃくちゃです。ですがローカルカメラが音声を拾っていました。聞く価値はあるかと。おう。見ろよ、かなり焦げちまってる。そりゃ爆発したからな。くそ、研究開発部の近くで見た顔だ。知ってるか。仮に知ってたとしても認めるわけにはいかない。わかるだろう。生命反応と連動していないオプティックを付近で複数検知しました。運転手の遺体もそちらにあるかもしれません。任せて。上か。いいね、ちょうど乗る分には。ほー、大胆。侵入大胆にね。くそ、今すぐ終わらせてあげる。諦めなさい。ショットガンで制圧しやがる。
強いんだよな。攻撃力がさあ、いやテイクダウン狙えなかったか。よし、んでトラップは一応仕掛けといて、こっちか。この人だ、絶対そうだよ。全身に火傷を負ってる。頭部に金属の塊が突き刺さっていますね。オプティックかもしれません。損傷しているので確認は困難かもしれませんが。でもバグリーにとっては大したことじゃないよね。今クラウドストレージから全データをダウンロードしています。ここから立ち去ることをお勧めします。どんな冷血な人間ならここを死体の廃棄場所なんかにできるの？新しい死体がトアンの瓦礫の中から見つかるということは、アルビオンは誰にも知られることなく望む者を殺せるということですね。まあそうだね、確かにね。襲撃者の死体から回収した音声ファイルを解析しました。再生しますか？頼んだよ、バグリー。クロさん、奴らが放たれたよ。上で待機してるけど誰も知らない。みんな奴に守られてると思ってるけど、奴の狙いは違う。支配したいんだ。だから奴らに上から監視させてる。それだけじゃない、奴はあれを正義だと言った。テミスドローンを。悪い冗談だ。プロジェクトは止まってたんだけど、システムをリブートさせるアップグレードを再設計してて難しい言葉を使うといつも嫌がってたよね。実行させるわけにはいかないんだ。奴さえいなくなれば計画を止められる。母さん、俺はとてもとても最低なことをしようとしてる。少なくともみんなは最低って言うだろう。俺の知ってることを知ってればそうは思わないかもしれないけどな。でも俺はただ怪物を止めようとしてるだけなんだ。誰かを殺すことで恐ろしい事態を防げるとしたらやるだろう。本当に恐ろしいことだ。ごめん、愛してるよ。冗談だよね。テミスドローンはずっと私たちの頭上にいたの？しかも1回のシステムアップグレードで殺戮マシーンになるところだったなんて。数ヶ月はかかるかもしれないが、キャスは計画を立て直せる。だがこっちでドローンを破壊すれば話は別だ。バグリー、タイディスで消したテミスのデータは覚えてるか？あれを元にもっと適切なアップグレードを組めたりしないか？お任せください。データからウイルスを作成することも可能です。バグリー、なんでテミスのデータのコピーなんか持ってるの？私がそうするように言った。あのデータをただ消すなんてもったいないだろ。いつ必要になるかもわからないし、そこから学べることだってある。でどうやってそれをドローンに流せばいい？アルビオンはタワーブリッジに通信ハブを設けてる。そこにウイルスをアップロードすれば全ドローンに行き渡るはずだ。始めよう。あ、やっぱ情報は持っとくけど正しい使い方っていうところだね。さあキキパスクラは、クリアだね。で続いて群れの牙を抜くと、あれへし折ってやるどころか抜いてやろうみたいなところか。なかなかいいね。タワーブリッジこれじゃないの？あっちか。いやーてかさ、ドローンでこうやって移動初めてしたんだけどさ、めちゃくちゃ綺麗だね。いやこれはいいわ。あんなのあるとかさ、上見ない限り絶対わからないからね。多分あれだよね。あ、そうだね。じゃあ、今回はここまでにしたいなと思います。まあそうだよね、立てないよね、さすがにね。ちなみにこの時に
エメオトはできるんだ。でもすぐしゃがむと。はい、ということで今回はここまでとなります。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。